新型コロナウイルスの影響で、この夏多くの海水浴場でオープンが見送られていますが、兵庫県香美町では3つの海水浴場で海開きが行われました。真っ白な砂浜とエメラルドグリーンの海が魅力の佐津海水浴場では、観光関係者や地元の住民が参加して神事が行われ、海水浴シーズン中の安全を願いました。香美町では5カ所ある海水浴場のうち佐津を含む3カ所を開設。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、今年は霞浜と安来浜の2カ所は休止します。開設される3カ所の海水浴場では、シャワー室や更衣室での3密を避けるために人数制限を行うほか、感染者が出た時に備えて海の家の利用者の住所や名前を控えるなどの対策を取るということです。よそさんは閉鎖されると、しかしお客様には多少は喜んでもらわなきゃいけないと、そういうような中でまず3密を控えていただいて、そして楽しく、霞兵庫県の方に来ていただければなと思います。今日海開きした3つの海水浴場は、今月18日から8月の半ば頃まで開設されます。